サザン市のポイントレースは40キロ160周回で行われます。ポイント周回は16回です。さあ、ここでポイントを今一度振り返りますと、現在のポイントリーダー久保木一茂選手182ポイント、2位の橋本大也選手180ポイント、その差が2ポイント、第3位亀谷財布大学原田博明選手170ポイント、久保木選手のポイント差が12ポイント。
ここで1回目のポイント通過をお知らせします。1着13番、2着10番、3着2番、4着11番、13、12、11、1通過は仙台の桑谷翔太郎選手、そして2通過、四方谷亮選手、3ポイント追加して165ポイント、また3位通過橋本優也選手、2ポイント追加して180ポイントということで、久保木選手とここで並びました。ここで2回目のポイント通過をご案内します。1着1番、2着7番、3着2番、4着9番、1、7、2、9。さあここで、久保木選手1位通過、5ポイントを獲得して187ポイント、橋本選手をまた引き離しています。橋本選手も2ポイント取っています。184ポイントということで、ポイント差は3ポイントとなっています。小林大成選手が2位通過、そして池部誠選手4位通過となっています。さあコース上少し荒らけたか、また集団に物置きする動きが続いているのか。さあ中切れなのか、現在6名の選手後ろからも
くの選手が、はい、それでは3回目のポイント通過ご案内をします。1着9番、2着3番、3着17番、4着8番、9、3、17、8、1位通過、慶応義塾大学駅部生選手、2位通過が神谷体育大学原田博明選手、その後、安田海選手、志村日野選手と続いています。現在、先頭は、2センターから4コーナーに向かう3選手。安田恭介選手、荒木優太選手、そして池部誠選手の3選手、現在先頭です。それでは4回目のポイントをお知らせします。1着9番、2着5番、3着15番、4着13番、9、5、15、7。さあ、前回に続いて慶応義塾大学駅部生選手1通過5ポイント獲得、法政大学金井裕太選手3ポイント獲得、そして京都産業大学安田恭介選手2ポイント、また日本体育大学小林大成選手が1ポイント獲得となっています。
6回目のポイント通過ご案内します。1着9番、2着13番、3着5番、4着7番、9、10、3、5、7、慶応義塾大学池部先生集5ポイント獲得、2位通過は、渡辺翔太郎選手3ポイント、3位通過法政大学荒井優太選手5ポイント、そして4位10名が、日本体育大学
朝日大学渡辺翔太郎選手が3ポイント、そして日本大学岡本健人選手が2ポイント、そして慶応義塾大学研究部生選手が1ポイントとなっそれでは8回目のポイントをご案内します。1着10番、2着19番、3着3番、4着7番、10、19、3、7。さあここで、マトリックスバーという近谷亮選手がポイント獲得、そして吉田隼人選手が3ポイント、ここで近谷選手5ポイント獲得ということで、久保木選手、橋本選手を抜いて現在ポイント2につけています。トップポイントリーダー原田選手とは5ポイント差。さあポイントレース混沌としてきています。9回目のポイント周回です。
番、2着2番、3着13番、4着6番、1、2、13、6。ここで久保木和之助選手を5ポイント獲得、172ポイント。ポイントリーダーの原田選手に3ポイント差。2位通過橋本英選手3ポイントを加えて167ポイント。3位通過渡辺翔太郎選手、朝日大学が2ポイントを追加。そして4位通過が日本体育大学倉田義孝選手1ポイントを加えています。現在の先頭は1人先行している朝日大学の選手。さあ、相馬義宗選手でしょうか。ゼッケンナンバー12番の選手先行しています。それでは10回目のポイントをご案内します。1着12番、2着7番、3着10番、4着3番、12、7、13。ここで、朝日大学総合主任選手のポイント、そして日本体育大学小林大成選手が3ポイント、マトリックスパートでちょっと2両選手が2ポイント、で現在のポイントリーダー高田博明選手が1ポイントを加えています。さあ、これで鹿谷選手と久保木選手のポイントが並びました。で、原田選手とのポイント差が4ポイント、そしてポイント周回はあと6回です。
さあ現在の成績、吉田恭介選手、京都産業大学、さあ1人選考の状態です。それでは11回目のポイントをご案内します。1着15番、2着10番、3着19番、4着6番、15、10、19、6、ここで京都産業大学安田恭介選手が5ポイント獲得、パトリックスパワー田口勝谷亮選手が3ポイント、累計で175ポイント、またまたね、そして日本大学大学倉林拓人選手を1ポイント獲得、これで近谷選手が原田選手と1ポイント差まで迫ってきています。さあ現在4名の選手が先行しています。日本体育大学、新潟朝日大学、慶応義塾大学、それでは12回目のポイントをご案内します。1着6番、2着7番、3着13番、4着9番、6、7、13、9、日本体育大学倉林拓人選手5ポイント獲得、同じく日本体育大学小林大成選手が3ポイント獲得、朝日大学渡辺翔太郎選手が2ポイント、
さあ現在の先頭は久保木和純選手。さあ久保木和純選手あと1周回です。さあ最初の周回です。さあ久保木選手ゴールです。さあ久保木選手ゴール。さあ最後はラップに巻きついたポイントで、さあ A ラップ認定のポイント追加でポイントレースが始まる前からポイントが多く決まりました。最後のポイント追加につきましては、確定し次第ご案内いたします。それでは最終16回目のポイントご案内します。1着1番、2着3番、3着24番、4着10番、1、3、24、10。さあこの結果、総合ポイント199ポイント、日本体育大学小林大成選手、今年のプレミアムチャンピオンとなります。第2位187ポイント、鹿屋体育大学橋本理恵選手。第3位ブリヂストンアンダーサイクリングチーム石丸翔吾選手が185ポイントという結果になりました。正式な着順、ポイント等につきましては、コミュニケーションごとに掲載されますリザルトをご確認ください。なおこの後、マスターズ分野等を含めまして、表彰式及び閉会式を行う予定です。